時間経ってないもう一回お願いします。テンポをもうちょっと早く、はい、した方がいいかな。
今の今ってでで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 で最初のイントロ見たくなるでしょ、うん、そしてギターソロどこどこに行って でもそこでもいきなり入んだっけ。そうそうそう、ブレイクした後のすぐ入んだ。じゃもう一回やるか、そこから、うん、thank you.
スがの音が大きいか歌の返しがちっちゃいかじゃないかな。だいぶさっきよりは歌は聞こえるようにはなったけど、うん、本当、うん、もっとあれうるさい、いや、あの音が、なんていうの、歌の音がもうこれ以上上げれないんだったら絞った方がいいかな、うん、これぐらい聞こえてるのがいいんだけど、やりやすい、うん、あとさ、うん、ハーレーのサビあるじゃん、はいはい、だんだんあれでさ、ゆうくん弾くとき食ってそれともそのまま弾いてんのかな。よろしくお願いします。
じゃあもう一回海やって、うん、ちょっと他の曲やろうか、うん、なんか何1曲何分とか決まってないんですよ。何分とかは決まってない、ただ2曲までだよって。うん、だけど去年のバンドで見てたらインストやって、うん、なんか普通の曲2曲やってるバンドいたんだよね。あ、そうなんだ、うん、なんかつなげてやってるような感じで。あ、なるほどね、うん、で、なんか喋んのハーレーボーだったら、うん、まあどっちでもいいかな、うん、ウィッチリバーフィールドクイズやってもいいしね。まあ、すごいよく流れるわ。
忘れないうちにもう一回バージンソイルとハーレーやってもいい、うんうん、オッケーオッケー。正式じゃないんだけど、これの倍っていうか、あの、チャンチャン、ドゥ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 4つでもいい、4つでもいろいろやってみよう、うん、じゃあ最後の、うん、OK、うん、じゃあ最初何よ、あの、2カウント最初2カウントでやってみよう、いいよ、最初ずれたらかっこ悪いしね。できるだけやっぱり。そうそうだと思う。うん。でで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 でのところからうんってなるよりかは、うん。そうだね。結構。うんうん。だから。ただ2つカウントだとテンポ作りづらいでしょ。本当はもっと早いのに。いやーそう俺はそうでもないかな。まあ優君したいか。優君がテンポ作っちゃえばいいんだよね。うん、グングンってね、うん、そうだな。そこがもう、何だろう、ユウくんがそのスティックカウントに釣られなければいい、うん、あの極端な話、すごい速くなりすぎたら、うんうん、そのテンポに、なんて言うんだろう、そこでで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 次もそのまま流れていくから、あんまり途中から走っていくんだったらいいけど、いきなり最初から走って落ちてっていうんだったら、ちょっと気持ちを抑え気味の方が、うんうん、少しこう後でこうみんなでやりながらスピードアップできるかなとは。ああなるほどね。うんうんうん。オッケーオッケー。もちろんあのずっと一定がいいんだけど。うん。あとはハイハットカウントがいいか、うん、スティックカウントがいいか。いやなんかハイハットカウントの方が良かったような気がする。うん、なんかさあからさまにスティック上でカウントできる。あ、そういうのは全然できる。うん。
それいいそれやってみる。うん、そっほうがなんか、うん、って感じする、うん、手がついててない感じする。もっと余裕持って弾いてる方がいいな。あ、うん、もう一回やってみる。もう一回やろう。いや、なんかね、世話しない。言い方悪いですよ。の曲がさ、そのなんていうの、うん、どうしてもこう、うん、俺のイメージの中ではなんだけど、一個の曲としてやった時に、うん、ゆっくりすぎるとこっちとなんか変わらないし、うんうんうん、まあ極端に言ったらせか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 しすぎたらちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうしっていう、うん、ちょうどそのまあそのなんていうんだろう、あえてハーレーと同じぐらいのテンポでやるっていうのは一つだと思うんだけど、意図してやってるんだとしたら。うん、今のはちょっと遅すぎたな。でもね、今の遅すぎ、うん、さっきはなんかてんやわや感じな感じがするし、うんうん、難しいよね。まあいいわ。気持ち早くって感じだね、今より。ああ、オッケーオッケー。で、ここまたハイハットカウント2拍にちょっとやってみる。
ね。